待ちわびたぞ、アホども。レディの待ち伏せなら大歓迎なんだがな。要件は言わずとも分かっているだろう、クソ虫。リリアは渡さない。抵抗しても無駄だとまだ分からんのか、アホ。無駄ってのはお前の人生のことだろ。一緒にするな。この連邦のクソ虫が後悔させてやる。まさに奴らを一掃しろ。どうした、ワーストニー、ワーストニー。こちらワーストニー。現中域に連邦艦3隻が出現。敵はシールドを上げ攻撃態勢を整えています。援助不可能。なんだと。大変です。たった今敵艦から転送シグナルが確認されました。転送。形勢逆転だな。汚いぞクソが。先に協定違反をしたのはどちら様だったかな。くそくそ、リリアは我々のものだ。こちらに渡せ。ミキ、リリアを頼む。セシアット、お前たちはフェイクリードで何を狙ってる。邪魔だこそ何をしに来た。こんな戦争になるぞ。じらじらディープストライク。これが連邦のやり方だろう。風よ。なぜリリアを捨て狙う。うるさいアホ。あれは我々のものだ。ものじゃない。リリアに聞いてみろ。自身が知っているぞ。リリアの記憶を奪っておいて何を言う。記憶を奪う。なるほど、そういうことか。何の話だ。もはや問答無用。行くぞクソ虫のゴミ。どうだ、生き残って。雨だ。力もあるのか。なんとクソ素晴らしい。風よ。ウィンドブレード。ディープスライサー。ウィンドブレード。ディープスライサー。ウィンドブレード。カーレットナックル。ディープスライサー。ウィンドブレード。これはどうです。風よ。ミキー。外傷ではない。外から見ただけじゃわからない。待ってください、それは未開惑星。艦長、ミキさんはパビヌの攻撃による外傷、神経症状による血圧低下、並びに頻脈で危篤状態です。
回復の術が使える彼女自身がこの状態にある今、ここにある設備、人員だけでは助けることができません。助けることができないって、そんな、ミキが死んじゃうってことですか？どうするんだ？転送収容をお願いします。彼女を助けるために船の設備が必要です。それがどういうことか分かっているんだな。連邦法第一条、未開惑星保護条約違反になります。エマーソンよりチャールズ・ディ・ゴール、聞こえるか？艦長、どうしました？ここにいる9人全員を転送収容してくれ。9人全員ですか？待ってください、それは未開は緊急事態なんだ、早くしろ。了解、転送します。ストレッチャーで彼女を医務室へ。そうだ、ミキ、移動します。デッキ12、シックベイ。あとはこちらでお願いします。ミキは大丈夫なんですか？今治療中です。静かに。ミキはバイタルも安定したし、もう大丈夫、数日で元に戻ります。ありがとうございます。アンヌよりブリッジ、ミキさんの容体安定しました。まずはよかった。皆さんをブリッジにご招待差し上げろ。了解、エマーソン。ここでは艦長でいいんだが、その呼ばれ方も悪くない。私としたことが失礼しました。待ってるよ。案内します。ブリッジ。さて、何から聞こう？できる範囲でお答えします。まず、ここはどこ？詳しい説明は難しいのですが、自分たちはここを船と呼んでいます。船？ベスティール大陸の外にはこんなに進んだ文明があるのね。アダマール大陸かどこか？いえ、それも違います。あなた方の知らないところから来ました。ん、世界は知らないことで満ちているか。あの人の言った通り、フィールドワークって大切なんだ。これは移動しているの？そうです。サンテロールよりずっと進んだ文明か。ちょっとショックだけど、研究所の中で体験できたのが私だけっていうのは光栄ね。ようこそ諸君、我が家チャールズ・ディ・ゴールへ。まさかこれは地図？さすが、
頭もスタイルもいいレディーは勘までいいんだな。ここが先ほどまで我々がいた一帯だ。これがトレクール地方、オチビちゃんがいたと予想されているあたりだ。私がいたところ、砂漠地帯で雪のエイヒット山脈が視認できるとすると、この辺りの可能性が高そうです。電磁波検査に引っかかる地点はないようだが、透明偽装かもしれません。だろうな。だとすると直接行って確かめるしかないか。ミキは？自分たちの医療技術を信頼して任せてください。わかりました。ドラクロワ、転送の準備を。了解です。アンヌ、転送室まで先導を。了解。さあ、行こうか。デッキにトランスポーター。なかなかいい判断ができるようになったじゃないか。条約違反がいい判断ですか。条約より大切なこともある。私にはまだよくわかりません。ただあの時にはそうするしかないと。いいんだ、それで。それが人の命を預かるということだ。案内します。お、